捕虜収容所から解放された直後のジョージ・トーマス・コーカー・アルカトラズ・ギャングとは、ベトナム戦争中に捕虜となったアメリカ軍人11名の通称である。この11名とは、ジョージ・トーマス・コーカー、ジェレミア、デントン、ハリー・ジェンキンス、サム・ジョンソン、ジョージ・マクナイト、ジェームズ・マリガン、ハード・ラトリッジ、ロバート・シューメーカー、ジェームズ・ストックデール、ロナルド・シュトーツ、ネルス・スターナーを指す。 北ベトナム軍の捕虜収容所、アルカトラズ及び、ハノイホテルの位置を示す地図。書き込みは、元捕虜、マイク・マクグラスによるもの彼らは1967年10月25日から1969年12月9日まで、北ベトナム国防省裏にある特殊収容所の独房に収容されていた。この収容所は、通称、ハノイ・ヒルトンことホアロー収容所から数マイル。 離れており、ストックデールにより、アルカトラズというニックネームが与えられた。彼らは足かせをつけられた上で縛られて独房に収容されており、その独房は 3X9 フィート程度の広さで24時間あたりが灯されていた。彼ら隔離された11人の捕虜はいずれも各地の捕虜収容所内における抵抗運動の指導者であったとされる。ストックデールはかつて北ベトナム軍から、 プロパガンダ映画への出演を強要されたオリンに自殺を図っている。彼は一命を取り留めたものの映画の撮影は行われなかった。ストックデールについて、コーカーはおそらく彼は最も強くまた最も典型的な北ベトナムにおける捕虜の指導者であっただろうと述べている。コーカーとマクナイトは最後にアルカトラズに送られてきた捕虜で彼らは ダーティバード収容所にて脱走を企てて失敗し、さらに激しい抵抗を行ったために治療を必要としていた。彼ら、アルカトラズギャングは、ハノイヒルトンで行われるもの以上に激しい拷問に、さらされた。拷問は高階級の捕虜から順に行われた。効果は11人のうち、最年少かつ、最低階級であったために拷問は最後に行われ。 自分よりも先に拷問された捕虜たちが長く耐えてくれたことに感謝していたと述べている。その後、何らかの政治的判断から拷問は中止された。1969年12月、ひどく衰弱していた首都津を除く10名は他の収容所に移送される。首都津はそのままアルカトラズに残され、1970年4月23日に死亡した。 彼らはやがて解放され、帰国を果たした。しかし交換は帰国後の変化したアメリカを受け入れられず、我々はここに来たるべきではなかった。我々は、我らが祖国におけるよそ者であり、目にしたものの多くは気に食わなかったと述べている。ありがとうございます。